今日はですね、はい、ここ花川戸って言うんですよ、うん、昔から花川戸は履物の問屋街なんだけど、はい、そこに私よくお邪魔するんですけど、はい、ここはねいろんな方が見ます。舞台関係の小道具屋さんとか、うん、そういうとこがもうみんな来るところで、そこであの仕入れもしてるんです、はい、うちもあのたまにあの下駄だけなんだけど、うん、増量はあんまりしないんですけど、はい、下駄を仕入れに来ます、ね、で私の感覚で鼻緒を過ぎてもらえるので、はい、下駄の台を選んで、であの鼻緒を選んで、はいはい、そういうところをお見せできたらなって思っております、はい、お願いします。よろしくお願いします。履物ならどんなものでも、履物んこれなんていうの、履物マン相談所、よろずだ、よろずか、よろずですね。はい、はい、ですね。すごいな。という、こういうのがあって、圧巻ですね。あの、もう昔からやられてるので、はい、あの合同履物さんって言うんです。こちらね。ね。お母さんとお嬢さんと、来て来てほら。これ大丈夫、大丈夫。お嬢さん。お嬢さんじゃよろしくお願いします。結婚もしてます。はい、家族でやられてるからね。はい、ね、はい。で、ご主人様が、やってます。はい、鼻をすげてます。ちょうすげたらしますね、はいはい。はい、よろしくお願いします。お母さんもいるんだけどね。あとでね、お母さんと、うん、話してます。というちょっとアットホームな、そうですね、はい、ところなので、あのただ一人で来るとね選べない。そうですよね。しかもここ割と卸なので、はい、まああの呉服屋さんとかね、はい、はい、そうですね、よく見えます。あと大道具さんとかもね、うん、小道具さんもね。はい、というところで、あとこんなにいっぱいあるので、ね、この中からですね、こっちがね花をこんな、こちらね、こんなにあるんですよ。はい、7億にもね、台決めてからこっちですね。何でもあります。だから履物のことなら何でも。確かに。これだってわらじもあるし、あのほらあれもあるのよ、あのお祭り用のやつも何でもあるの。はい、だって何でもあるよ、ほら鬼滅。本当だ。子供。ほら、こんなにあるの。どんどん後ろに戻っちゃうじゃないですか。そう。だけど、ほら、何でも買えるの。ここは楽しい。はい。はい、ということで、こちらに行きまーす。ね、まず台を選ぶってことですよね。ここね、男物。わ、すご。ほら、ぽっくりもあるし、あと、オイランの下駄もあったよね。オイラン、ここに。オイラン、オイラン。日本が、日本が。オイランの下駄。ねえ。いろいろね、楽しいですよ。行きましょうか。はい、じゃあ、こちらにどうぞ。よろしくお願いします。いつもはね、私、T シャツとパンツできちゃうから、はい、あの、こんな着物できたこと、初めてだね。うん。っていうので、こんなにね、ね、台があるの。こんなに、はい。だから、ここの台から私はいつも選ぶんです。下駄をね。台から選んで、はい、それをこうね、箱を用意してくださるので、こちらに。箱にこうボンボン入れて、これごとあの、花をコーナー持っていくっていうことです。持っていくわけですね。はい。はい、ということで、選んでみたいなと思っちゃって。はい、行きましょうか。どうぞ。せっちゃんの浅草散歩。これ、はい、え、どれ鎌倉。あ、これいいよね。いい、あ、これ。どんな感じ、あ、鎌倉のスクエア。あ、前回ね。うん、はい。これね、履きやすい。いいでね、おっしゃってましたね。好きなやつね、大体分かってる。これ入れときますね。こういうやつもね。うん、これね、花押しだよ。ね、はい、はい、これね。いや、いろんなのあるのよね。あ、これ桜。これね、桜のね、皮のね、ウコン型って言うんですけど、うん、これちょっと形がウコン型ってことですか？そうそう、こう形がウコン。ああ、なるほど、はい。うん。でも、ちょっともうちょい高い方がいいので、私的には。うん、でこれはやめます。高さはね、ただ、桜の木は素敵です。はい。こうね、ヒールっぽいのがあるの。これ、羽が上がらない、うん。あと、漆の感じですかね。うん、ね、漆の。でも、これ難しいんだよ、これ。どうですか？ん？あ、これちょっと、あ、素敵。うん、いい、あ、これがいい。いろんな値段ありますよ。あ、見た見た。これ。あ、ストライプは貼り方が違う、うん。ストライプ素敵じゃん、うん。あ、素敵じゃん、うん、じゃあ、この、こっちの形と、縦ください。はい、あ、横とね。はい、はい、ありがとうございます。あ、ごめんなさい。うん、こういうタイプと、はい、こういうタイプと、縦のタイプと。縦のタイプと、はい、M と L があるの。はい。M ね、でも大体 L で大丈夫だ。大丈夫。素敵ですね。L で大丈夫だ。はい。もういいのいいの。なんかね、みんな履けちゃうの。っていう風にね選んでやってるんですね。そうなんです。今日何足ぐらい決めるんですか？10足ぐらい欲しいな。せっちゃんの浅草散歩。これもいけるかもしれないから、こちらね、これ1足欲しいなって。これ前ね、節子さん本当早いっすね。早いんです。あ、これ可愛いよ。見して、これの赤もあるよ。こちらこれシャミ型いいですね。脇だけ塗り、うん、これもほら素敵じゃない、色が。あ、いいですね。また大人の方に。これってなんていうの？ウコン？それがね、船形。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 はい。
節子さんはどういうところのポイントに今選んでらっしゃるんですか？形なんですか？ね、形と高さ、はい、であんまり最近低いのって皆さん履かないんですよ、うん。なるほど。だからちょっと高さがあって、はい、それで、こう、ちょ、変わってるでしょ？こことここの色変わってるとか、はい、例えば、なんだろうな、台と縁の色違いますよね。最近、こう、これスクエアで、シャミ型って言うんですけど、うん、これは、その、焼き、はい。で、これ、漆塗り、はい。で、こう、面白いじゃない？赤が。うん、抜いた時も面白い。面白いですね。うん、で、これはなんか真っ黒だけど、鼻緒で、ね。鼻緒で遊んで、草履っぽいから、形が。そうですね。だから割とオーソドックス。うん、で、これも、まあ、夏に向けていいかなっていうので、はい。脇だけ塗りなんですよね。うん、で、この素材だったら、こう、脇がこの茶色だから、これで白木は買わないのです、うん、きっと。茶色でちょうどいいかな。で、これが、これと同じで、鎌倉彫りの、ちょっと面白いですね。うん。どうして？あ、いいですね。赤。ほら、溜め塗りみたいな、ね。溜め塗りで、はい。ね、これかわいい。1,2,3,4,5,6,7,8,9 ほら、みんな違うでしょ？全然違いますね。だから、みんな違いたいの。違いたいのね。うちほら、履物屋ではないから、うん、うちに合う着物に、セレクトされて、いかに合うかなっていうことを思いながら、まあ、セレクトしてます。うん、はい。なので、ものすごい早いんですよ。楽しみですね、この鼻を飛ばせんのが。そうなんです。せっちゃんの浅草散歩。もうこれは今あれですか、ほんと鼻をだけ見て気になってるのを今選んでるって感じですか？ それでどっかに、ね、乗っけてくるんですよ。あー。で、合う合わないを見ていくと。合う合わない見て、合わなかったら戻す。っていう感じの作業をしております。好きな鼻をあったら、もう入れてっちゃうって感じです。かわいいでたくさんどんどん出てきましたけど。え、いらない。うん。そしたら、この辺でやって、いらないの戻すんで。はい、ああ、じゃあ2人体制でいつもやってるんですか、ね、いつも1人です。あで、お姉さん、お嬢さんが、はい、はい、来てくれるんで、それいるいらないみたいな感じでやってて、できました！できましたか、はい。ちょっとじゃあ見ていきましょうか、ざわっと。やっぱり、節子さん今日選んだ中では、やっぱ素材感とか、生地感とか柄とか、そうね、そういうところを合わせてってことですね。そう、これね、もう本当自分の好みなんだけど、うん、普通の方だと選べないんだって。なかなか、普通に無地になっちゃう。はい。だって、うん。でもなんか、例えばこういうので、普通こういうのあんまつけないですよね。インデン。確かに赤いこれにね。うん。だけど赤は赤なんだけど、うん、なんかちょっと高級感出るじゃないですか。そうですね。ね、これを、例えば、まあ、例えばだけど、こういうのにしたら全然変わるの。すぐこう足す中でいろいろできますね。何でもできますよ。でもほら。浮いちゃいますね。浮いちゃうでしょ。で、これだとうちにあるさ、こっちだけど、うちにある紬とかに合いそうなんですよ。うんうんうん、だからやっぱ基本はうちにある紬に合うものっていう。ベースはそこで。ベースはそこですね。で、こういうのも素材がいろいろみんな違うじゃないですか。はい、面白いよね。これシックにしよう。うん、で、これはちょっとここで元気にしよう。そうですね。で、これはなんかちょっと面白いじゃないですか。色可愛いですね。色が。で、こう、うん、別にこう入れ子にしてもいいんですよ。はい。だけど、なんかこれだとつまんないなと思って、こっちの方がなんか可愛いんで、うんうん、私の中で。自分の中ですね。ね。うん。だから、これちょっと面白いお堀じゃない。だここも面白い素材で作られてる花をが面白いかな。確かになぁ。うん、これ麻みたいな感じなんだけど、麻ではないです。あ、そ、あ、麻、麻だ、これ。麻100%。見た目はね、すごい涼しげでいいですね。うん。そうなの。エレクトラっていう名前がついてるんだ、これ。で、聞くとね、いろいろわかるんだけど。で、これ真田紐なの。はい。なんかこういうのは普通定番。定番ですね。あとこれ面白いんじゃない？なんか。ちょっと透明で見ると。そうそうそう。ブロードプリントとか書いてある。で、これもなんか、なんか突拍子もないけど、これ何でも合っちゃうから。まあそうですね。逆にここで。ここで、ね、うん。で、これ渋くしようと思ったから、真田紐のこんなのつけてますけど。はい。で、これがなんか、証券のなんか別人みたいなやつなんだけど、うん、ここが島。で、ここはちょっとシックだけど、ね、まあ、こう、花の壺の色もあるから、うん、そうすると、こう、みんな、なんか、どれも面白い。なるほど。個性的になって。うん。あっという間でしたね。はい。すごい早いんです、私。いつもね、時間ないから、はい、ここ来ると、
なんかないって言って向こうに行って、これと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 これって、はい、じゃあ全部できたから、はい、こっち持ってきてって言って、こういう形で。こういう形で、まあ、こっち側を選ぶことはあんまりないの。こっち側は割と夏の花とか、はい、あの、もうちょっとお休めの下駄とかにはつけるんだけど、うんうん、やっぱりこっち目 の、まあちね、はい、あの花をつけると面白い。やっぱりでも金銀もあるのね。うん、もちろんね。あ、でも高級なやつも。下駄に合わないから。まあじゃあ今日一応これでね、うん、あの、仕入れというかしたやつは後日ね、ネットショップとかにも多分ね、掲載されますので。そうなの、この間ね、全部完売しちゃったのよ。売れちゃいましたよね。ありがたいことに。だから来た、ね。ありがたいです。ぜひね、皆さんね、はい、下駄のね、これ多分公開される頃にはね、はい、もうネットショップ上位できてると思いますので、はい、ぜひ。詳細は動画の概要欄から見ていただいて、はい、よろしくお願いいたします。いいものがあればご注文いただければ、はい、じゃあまた次回お会いしましょう、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、失礼します。はい、節子さん今日お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。帰ってきました、ね、楽しかった ね、浅草ね。あっという間でした。あっという間ですね。でもねこれね、撮るの忘れちゃって最後にね、コーヒーを撮りましょうってことで忘れちゃって、見ちゃったんだけど、はい、別日に撮ってます。教室の1階でしかも、そう、しかもあの教室の宣伝も兼ねちゃって、はい、こちらでね、ということでこういう看板が出ておりますので、はい、はい、ぜひあの2階まで上がってきて ねっていう。そうですね、はい、で、あの今日のね、コーディネートをね、はい、言わないといけなかったなと思って、はい、あのということで、今日はね、あれなんですよ、あの出かけるから、あの越後上布のチヂミっていうやつで、ね、もうそのままの糸の色で持ってるの、はい、だからもう折れないんだって。貴重な糸ですよね。昔買ってたのね。それを着てみました。はい、はい、で、あの半襟は頭、髪の毛ブルーにしたから、ブルーのあの刺繍で、はい、これね、もみじとか入ってるんだけど、ね、はい、面白いですよ ね青もみじだから。青もみじはね、別にまああんまりあのないのね、うん、ないから青いもみじ、そうですよね。だからそうしたんだと思って。なるほど。で、そんなあの刺繍のアンティークの範囲にしてみて、この羽織なんですけど、この間羽織でご紹介した羽織ですね。ね、いいですね。はい、あの、絹芭蕉という、はい、の絞りにして、色合わせてみました。で、ここもこの間お知らせしたブレスレットを、ね、あの、羽織紐にこうしてあります。うん、で、今日はね、こうやって、クジラのヒゲのバッグ。クジラのヒゲ、これクジラのヒゲなの。だから防水性に取っちゃって。なるほど。これ編んだやつ。すごいな。で、これがあの、ほら、全部刺繍なの。いいですね。サガラシ縫いの刺繍になってるの、はい、これ全部刺繍でなってるんですよ。だから面白いね。これ三本玉で留めて、でこれが造形。いいですね。ね、こういうめったにないわ。ちょっと持たせていただいて、はい。ではね、帯の方、はい、そうですね、はい、帯がね、あのこれ私大好きな帯で、あの雪輪のあのロツズレなんですよ。で、雪輪がね書いてあって、その中に字が刺繍で入ってる。なるほど。なんか好きとか、なんかこれもちょっと色っぽい文字だと思いますよ。いいね、はい、ね、大好きで、よくするんですよ。はい、これによくするんですよね。はい。それで、あの、ここが内輪の、彫金の内輪の帯留めにしました。うん、これ、すごい昔ので、すごいいいやつの。なるほど。実は細工がすごい凝ってました。はい。ここにこう、すすきがシュッ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 って、うんうん、ね、筋彫りって言うんだけど、そういうのして浮かしてるやつですね。はい。で、この、ほら、この間ね、言ったから、これ、ね、ご先導さんとしていこうと思って、捨てた網目模様のセンスになります。で、後ろを向かさせていただいて、はい、こんな風にね、ね、こちらも文字がね。綺麗でしょ、うん、これ、ね、色っぽくて。いいですね。はい。で、やっぱり雪の中に文字が書いてある。はい。書いてね。それ書いてますね。はい。はい、という帯で、で、これも透けると綺麗だったんですけど、あの、羽織からね、透けて、いつも歩いてましたけど、うん。はい。で、長襦袢はもう本当に、あの、男物の、長襦袢を、こちらもね、はい。絞りの。はい、絞りの、これを着させていただいたという、ちょっとなんかお出かけに、頑張ってみました、うん。頑張ってみました、コーディネート。帯揚げとかってちなみに。あ、そうだ。はい。帯揚げは、時々ちょいちょい出てくる、この、キレ。あ、キレのね、はい。キレのやつで、なんか、好きなんですよ、色味が。うん、ちょっと入れると、すごく素敵なので、いいですね。はい、キレですね。はい。はい。ちょっと全部言ったっけ？ね。はい、ありがとうございます。はい、ね、それで。あ、そう。で、下も、ほら、履物屋さん。行ったから、ね。辻屋さん行ったから、これもぜひ、あの、これパナマなんですよ、上が。あ、パナマにインデン、しましたね、そう、インデンで、あの、トンボが書いてあるもので、花をにして、うん、で、脇がね、脇まで巻いてなくて、ま、巻く。って言うんだけどね、よく草履屋さんだと巻いてないからコルクが出てる、うん、なるほど。私こっちの方が好きだから、いいですね、こんな、はい、装いで行かせていただきました。
という浅草のね、はい、動画でしたので、はい、ぜひね、いろんなシリーズご覧いただければと思いますね。そうですね、はい、楽しかったね。また行きたいですね。また行きたいです ね、 ね、まあ、もうちょっとね、開けたらまた今度また行けると、はい、マスクなしで行けたら嬉しい ね、 ね、はあ、ご紹介ありがとうございました。ありがとうございました。実はちょっと緊急に、はい、緊急っていうかあの追加告知、ね、追加告知、はい、がありまして、8月の、はい、27、28、29っていう、うん、あの3日間木造りって言ってね、はい、こういうここが木で、はい、ここがあのクッション入ってて、うんうん、ここが牛革なんだけど、はい、いろいろなの革が、でいろんな色が選べて、うん、花尾も選べるんですけど、はい、とっても人気なんですよ。一脇さんという方が、はい、はい、脇さんが来てくださって、うん、あの花を告げてくださるので、はい、あの好きなものを選んで、でいろんな色があってすごく人気です。なのでそれをあのやりますので、8月27日から29日の、はい、3日間ぜひあのいらしていただけたらと思います。場所はこちらに、はい、こちらで、はい、させていただきますので、はい、でその他にあの帯揚げ、私帯揚げ大好きなの。そうですよね、内脇さんの絞りの輪出しとか、うん、そういうのもみんな揃いますし、あとちょっとねやっぱり違うのよ、あの生地がとてもいいんです、ね、であと帯締めも内脇さんのならではの帯締めが揃いますので、だから和装小物と草履と、草履と、はい、いいですね、はい、このスクエア型がこう、ね、人気で、うん、はい、あの色が選べるから、じゃあ台と花をセットを選んでいただいて、うん、うん、多分ケビンも何度かあれじゃない、着物サローネとか東京着物ショーで一脇さんとか、そうですね、お会いしたことありますね、はい、でやっぱりすごく皆さんお買い上げ率が高いので、うん、人気ですよね、はい、はい、なのでまた一脇さんのね、なんか都市伝説みたいな話が面白いんで、あの、あるあるみたいな、ずっと喋ってくれる。あ、そうなんですか。はい、あの喋るととても楽しいです。ぜひお店にね、はい、ぜひいらしていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。